ースくんちゃったま先生やでほなこっからは地球に注目して見ていこうかチリが集まって地球の赤ちゃんがすくすく育ってくねんけどぶつかった時の熱とかのせいでどんどん高温になっていく小学生の時短パンの体操服やったから体幹とかでスライディングって滑ってももを吸った時熱っって塗ったやろあの程度でもむっちゃ熱いんやから宇宙での衝突の熱は半端なくって岩でも溶け出すそれでドロッドロのマグマの塊になるんやな するとドロドロの状態やから答えの時と違って物体が移動できるんで重いもんは中心へ軽いもんは外側へってなっていったんや。気体があらかた飛ばされて答えだけなった地球に水や気体がこうしてあるんは岩石の中にあったものやったりするんやな。ちなみに見てわかるとおり地球は扁平率298分の1って横に298分の1だけ平たくなってるけど硬い岩でできた地球が丸いも 遠心力で平たくなるんも、もともとはマグマオーシャンってマグマの塊。つまり、一応形の変わる液体状のものやったってことやねん。ほんで、だんだん冷えて固まると、中心には重い鉄を中心に核ができて、その外にマントル。ほんで、俺らの今乗ってる近くっていうのがあって、さらに軽い水が海に、もっと軽い気体が空を作ったんや。ほんでも、その空のおかげで俺らは生きてるけど、それも地球の大きさがいい感じやったからなんやで。 みんなもよく知る月は地球の近くをうろうろしてるから材料も地球と似てて太陽からも遠距離にある。ほんでも小さいから重力が6分の1しかなくてふわっふわなるから空気も水も全部宇宙に逃げてしおうたんや。おかげで空気ないから太陽の光直接ガンガン当たって120度。当たってないとこってガンガン逃げてマイナス170度。玉先生も日本の夏や冬ってだけでもぐったいなのにここはそれよりもすごいんやで。 しかも、隕石落ちたいうニュースあったけど、あんなんも、地球の場合は空気の摩擦で大概燃え尽きるけど、月はそれないからゴンゴン隕石降って、クレーターでゴルフボール並みにボッコボコなってるやん。地球って、こんな薄い薄い空気しかないけど、ほんま空気に守られてるんやで。そんな空気のおかげで、温度が一定で、隕石からも守られて、空の青が綺麗で、虹がかかって、夕日が綺麗で、風が気持ちいいのも、みんなこの空気のおかげなんやで。イラストおかしいじゃろかい。 ちなみに空気の豆知識を話しておくと最初は二酸化炭素が空気で一番多かったんやでほんでも水つまり海に溶けたり生物が出てきて貝殻や光合成の材料をしてるうちに今は0.03%焼きそばの青のりよりも少ない存在になってしまったんやでも二酸化炭素を溶かす水が生まれる絶妙な温度の星やったから俺たち生命体が生まれたんやどうや 遠すぎず、近すぎず、ちょうど溶けるぐらいのギリッギリの距離だったから、奇跡が生まれたんやな。確かに、近すぎず、遠すぎず、ちょうど溶けるくらいだからこその奇跡ですよね。うん、前はね、こりゃ奇跡の味だわ。お前ら真面目にやる気あるんかーい。いらないのいや、これも食わしてくれ。